あと3分ほどでエンガルに到着をいたします。降り口は右側1番線です。エンガルから列車の進行方向が変わります。先頭5号車、順に後ろの車1号車です。引き続きご利用のお客様、恐れ入ります。前後のお客様とお話の上、座席の向きを変えてご利用ください。通路側、座席の下にペダルがついております。ペダルを踏みながら背もたれを押しますと座席の向きが変わります。座席お待ちの際、前後左右のお客様にご注意ください。エンガルでは2分停車をいたしまして、11時41分の発車です。流氷特急オホーツクの風でご利用いただきましてありがとうございました。エンガルを出ますと次は生田原、11時56分の到着です。